はい、じゃあ今ね、ちょっとやられちゃったカリアドネループなんですけど、どうしたらいいのかちょっといろいろ教わりながらやってみたいと思います。おっと。どうしたらいいのかな。これは何、やっぱり手札を枯らした方がいい。ハンデスとかすればいい。そうですね、ハンデスも若、うん、まあ、結局墓地に呪文を落としちゃうんですけど、うん、そもそも打たせなきゃいいので、有効というほどではないですけど、まあ、選択肢の一つではあります。あとは何、墓地を戻すようなやつ、なんだっけ、墓地を山札に戻す再造ミスト、お清めシャラップとか、お清めチンチンとか、はい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 、そうかそうかそうか、そこら辺ですか、ね、これが溜まる前にだもんね。あとは呪文そのものを打たせなくするファイナルストップとか、あーなんかあった、はい、あーそういうのかそういうのか、やべえ、行きましょう。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ、お負けた、まあ、先行だと手札がだもんね、だといいんですかね。そうかそうかじゃあもう入っちゃったらおしまいなんだから、マイナリセットをマナゾーンに置いてターンエンドです。はい、ドロー。じゃあディスドライブを置いてターンエンド、はい、ドローします。じゃあアストラセンサーをマナゾーンに置いて2コスト、うん、エマージンシータイフーン、はい、2枚引きます、うん、1枚を捨てられるのでスパイラルゲートを捨てます。ターンエンドです、はい、ターンエンド、はい、じゃあ置きます。ドロー。これはもうこういう時はもうブラックアウトとか使うタイミングないよね。そうですね、基本的に受けに入っていると多分負けます。だよね、ターンエンド、はい、2マナがない、2マナないんだよ。ちょっと順調に40目にまた入られちゃうかもしれない。じゃあブラッティクロスをマナゾーンに置いて、はい、3コスト、はい、ビギニングオブジエンド、はいはいはい、これね大量に落ちるね。1、2、3枚。じゃあ、はい、クリーチャーであるスコーラを回収します、うん、ターンエンドです。はい、今増えたぞ。ドローで、スパイナーを置いて3マナ、ヘルミッション、こんなのしかないよ、ターンエンド。あれこれなん？まあ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 一番下に置いとけばまあいいや。そういう事故もありつつ、うん、大丈夫です。じゃあ大当たりもう一本をマナゾーンに置きます。はい。2マナでエマージェンシータイプ。はい。2枚見て、見てじゃない、引いて1枚を捨てることができるので、うん、はい、パーフェクトウォーターを捨てます。大変のです。はい、もう何枚溜まった？今が7枚です、ね、ちょっと待って、だいぶあるよこれ。ドロー。じゃ あブラックアウトを置いて4マナブラック V、 はい、手札何枚今？4枚です、ね、4枚もあんのか。いや打つよ打つよ、どんどん打つよ。これは次、じゃあまあいいや、手札を1枚捨てなさいと言いながら1枚。侵略はありますか？ないです。そうですね、じゃあアストラセンサーを捨てます、うん、はい、山札増えちゃったじゃんこれで。いやこれそうか、ダメじゃん。ですね、はい、呪文が4枚以上あることによってパーフェクトウォーターはシールドトリガーとして扱うことができます。そうだ、呪文が4枚墓地にあるとってことね。はい、はい、そんで、4枚以上ですね。とりあえず、うん、パーフェクトウォーターの効果で2枚ドローを選、ドローをする、あ、選べるんだもんね。うん、分かった。2枚選択、うむ、じゃあいいかな、はい、はい、じゃあもういいよ、どんどん行くしかねえ。ヘルミッションアタックエマージェンシータイプ、ああはいはいはい、順調に増えてやがる、やばいやばいやばい。2枚引いて、1枚捨てます。はい、じゃあこれで僕はターンエンドです。はい、あれ何枚になったんですか、どっち。11枚ぐらいですかね。まだカリアドネは14だもんね。あ、でも待てよ、ま、マナがもうあるね、あるね。じゃあ2コストで、はあ、ブラッティタイフーン、はい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 、でカードを3枚見て、うん、1枚を手札に加えて残りを墓地に置きます。はい、墓地増えてるね増えてるね。1コストで精錬コンチェルトを打ちます。精錬コンチェルト、はい、大当たりもう1本を回収して、うん、手札にあるアストラセンサーをマナゾーンに置きます。はい、じゃあ2コストで、うん、大当たりもう1本、はい、呪文の数を数います。はい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 、はい、いっぱいあるよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 枚以上あるので、はいはい、あるね、あるね。コスト1として扱います。うむ、カリアドネ出た。大当たりもう1本の効果で2回、効果を2回使います。うんうんうん、ブラッティタイフーン、ブラッティタイフーン、エマージェンシータイフーン、うんうんうん、ブラッティタイフーン、3枚見て、うん、1枚手札で残りをウォッチ、はい、下行って、うん、もう1回ブラッティタイフーン打ちます、うんうん、見て、こうかな、これを手札に加えて残りを持ちで、はい、エマージェンシー台風で、うん、
2枚ドローして、はい、1枚切る、うん、1枚切るのがブラッディ・タイフンで、はい、で下に行きます、はい、で鍵穴で2回目があります、うん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 、あれこれもしかしてエクストラターン入んなくてもいける？入んなくていけるの？入んなくてももしかしたらなんだっけ、これ2枚落とすカードはなんだっけ俺のブラッディクロスなんですが、ブラッディクロスか、それが、うん、もしかしたらこのターン別にエクス、おーいいよそのまま決めてみてくれ、うん、精錬コンチェルトと、はい、あいやダメだな、どの道ダメだなすいません、なんでもないです。あ、本当に分かった。おとなしく、おとなしくエクスターターン普通にね、普通にやってみようか、じゃあ。おとなしく挟みます。はい。カリアドネが墓地にいない。うん。ブラッディ・タイフン。これで、3、2、1、2、3。これじゃダメだな。で、マージンシー・タイフンで。うん。大当たりもう一本落ちます、はい、次のクリーチャーの効果が2回トリガーでブラッディ・タイフン、はい、山札の上から3枚います、うん、まあまあそうだよね、ブラッディ・タイフン2枚を墓地、うん、でブラッディ・タイフン下に行ってエマージェンシー・タイフン、はい、このカード2枚まで引くなので0枚引くことができます、はい、へえ、あ引かなくてもいいってことね、はい、あそうなんだ、はいはい、じゃあ手札から、うん、まあいらないのでラッキーナンバーを捨てます、うんうん、でこれでカリアドネの効果が2回終わりました、はい、スコーラが出ます、はい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 、はい、で先ほど大当たりもう1本打ってるので、うん、エクスターターンを2回重複させて、はい、エクスターターン、うん、でドローします、ブラッディクロスが2枚ないから今回はないんだ、3枚ないとさっきの簡単なループの方は入れないので、おとなしくここはもうむずちょっと難しい方で行くしかないですね、ちょっと難しい方、ちょっと難しいというか一般的に知れ渡っているレベルでのループになります、はい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 、大当たりもう1本落ちます、うん、1コスト魔導管理室カリアドネ効果が2回使います、精錬コンチェルトとプラッティクロス、うん、山札3枚の状態からスタートします、はい、精錬コンチェルトを打って、うん、マナを起こすのは同じです、うん、一応ループを分かりやすくするためにこの1枚だけを使います、はい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 、で静電コンチェルトが下に行きました、うん、でブラッティクロスでお互いの山札2枚削ります、うん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 、はい、はい、削る、はい、ではカリアダネの効果は2回目、うん、これとスパイラルゲートとブラッティタイフ、うんうんうん、でこれも例のごとくどちらの順番でもいいので、はい、大当たりスパイラルゲートを打って、うん、カリアダネを手札に戻します、はい、でブラッディ・タイフン打ちます、うん、上から3枚、うん、好きなカードというんですけど結局使うので見せますね、はい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 、精錬コンチェルトを手札に加えます、はい、残りを墓地で、うん、でまたそれが戻った、うん、で手札に加える、はい、で1マナで、うん、精錬コンチェルト、はい、先ほどのマナが起こしてこれで墓地に行くことになります、はい、でカリアドネ一応大当たりもう1本を打っているので、うん、1マナで大当たりもう1本の状態でもう1回カリアドネが出てきます、はい、これで一巡です、はい、でこれを1回目でこちらを打ってマナを起こして、うん、墓地を肥やして、うん、あ一応ブラッディ・タイフンが2枚ないといけない、はいはいはい、でこれが下いって、うん、で2枚削って、うん、2回目でまたブラッディ・タイフンまたバンスと、うん、効果重複を唱えて、はい、ブラッディ・タイフンで先ほどのパーツをもう一回持ってくる、うん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 、で手札に加わった精錬コンチェルトはもう一回マナゾーンを起こすために1マナで使う、はい、そうですね、うん、これで一巡です、はい、わかりました、はい、でこれが永遠に続くということですね、そうですね、素晴らしい、いや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 、これはもうちょっとどうしようもないよね、急いでもそうか、そうですね、こうなるんで、へえ、これでも僕わからないカードの効果とかいまいちあるんで、はい、完全には理解できなかったんですけど、はい、きっと見てるみんなはこの稲森さんの丁寧な説明でよくわかったでしょう、どうですかね、ね、はい、ただ勝てないな、そういう対策というかこのこっちを戻すとかそういうのがないとちょっときついね、もしくは僕のデッキだときつくない、そうですね、うん、これより早いデッキだったら割とそこを3ターン切るみとかアガタンバッドブランドとか、うん、あとはもう本当にトリガーとかはあんまりないの、
いや結構暑いです。結構暑いんだ。結構暑いんですけど、赤玉みたいなスピードだと、うん、さっきのパーフェクトウォーターができない時があるんで。そうだよな、そうだよな、うん、うん、わかりました。はい、はい、じゃあ居眠さん解説のカリアドネループでした。はい、ありがとうございます。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。